始まりました。せーの、パチスロどっちのトッショー。どうも、久しぶりです。はい、今回はちょっとね、はい、アドニーではなくて忙しいので、そう代打で僕が、はい、参戦しました。初参戦、はい、はい、山田銀河です。よろしくお願いします。二度目まして、おはよう。おはようございます。はい、で今回はね、山田銀河をゲストに投資をお送りいたします。はい、はい、こちらの番組はですね、リスクを背負うのは2人だけだが、リターンを得るのは量に、とてもいびつなのルーチ実践となっております。はい、企画がな、はい、ちょっと怖いな。これね、まず男気じゃんけんで、はい、勝った方が男気ね、はい、男気じゃんけんで勝った方が、はい、本日の軍資金を全て出します。はい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 、10万でも20万でも。ちょっと怖いな。ちょっと俺ニコ7出ていい結果残したことないからそうなんだ。そう、あ、映ってないって言われてる。まあ、あとで映るんで、ちょっと、うん、今はちょっといいです。分かってるよねじゃないよで、ですが、うん、それをね、自分の投資分が戻ってくるわけでもなく、はい、立ち分を半分に分けるから、はい、なるほど。そう、男気じゃんけんで勝った人は、はい、損しかしない。そうですよねいやでもなんか結果を見る限りマリアさんずっと勝ってるから通算成績ねいいからうん、うん、まあまあまあお金出したとしても、うん、まあ得はできるに期待はしてますけど、これただじゃんけんの運が良すぎてさ。なるほどね、ですよ、男気だから勝った方ね。そう、勝った方がいいですよ。 OK で、とりあえずじゃあまずね、どっちが投資するのかを決めようと思います。はい、あれだね、今日ってパソコンって1台しかないんですか。上さん、今日って米 PC って1台しかない。米コメント PC って1台しかない。コメント PC を1台こっちで見てるから。あ、そうなんだ。あ、じゃんけんの手をちゃんと映るようにしてほしいっていう。この辺で見える。見えるかな。こっちだな、こっちだな。あ、もうちょっと映ってないかも。あ、これで映ってる。うん、いい。はい、微妙だな。こっちで映ってる、こっちで映ってる。 OK、 いくよ。はい、男気じゃんけん、じゃんけんぽいあれ、ちょっと大丈夫ですかこれ。まあもう負けたからいっか。よっしゃ、勝ったまたマリア笑い笑い笑い、よし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 、コメントがね、勝っちゃう、勝っ、いいんだよ、男気だから。うん、勝った、よしよし、出したかったな。まあでも今回は仕方なく負けということでマジか。マリア兄さん頼みますよ。まあ、そんな感じでね、はい、今日は私が投資人となって、はい、はい、マリアイケメンって言われてよまあ男気だからいいんだよ。まあね、うん、勝てば文句ないから、勝てばいいの。そう、はい、さあそんな感じで、はい、今日ね、お邪魔してる店舗さんなんだけど、はい、今日はね、初、当初初参戦。そうですね、初参戦っていう言い方していいのかな、はい、初めてのお店となっております。ゼントインターパーク店さんですね。はい、はい、栃木県、珍しいですね。そうなんですよ、栃木県宇都宮市、はい、砂田町にございます。はい、でこちらのお店がですね、パチスロ専門店となっておりまして、パチスロが全420台ございます。結構広いですもんね。そうなんですよ。でルートも20スロー、5スロー、2スローとありまして、はい、さまざまなね、うん、お客様が遊べる感じのお店となっております。はい、はい、で駐車場もね、420台その台と同じ台数を完備してますので、はい、はい、ぜひぜひお越しください。方は、はい、いらしてみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。打ってこう。はい、ちょっと待ってくださいね。サロメはどうなの、倒しやすい。一番倒しやすくて、うん、しかも勝てば 25% で、うん、はい、わかりました。はいはい、 25% でサロメモードっていうのに入って継続するんで熱いっすよ。そうですね、そうそうそう、めちゃくちゃいい展開じゃないです か、 だからここで頑張ってほしいですね。うん、ようマリアとのコメントが
よ。新一さんはリーチ目ですか、ガイド的にって。いや、どうなんだろう。僕もともとガイド信者じゃないからな。そうなの。そう、必勝本だったんで、必勝本入れなくてガイドワークスにいるっていうね。え、必勝本志望だったんですか。そうそうそう。あ、そうやったんだね。そうそうそう。なんで剣道さんとかラッシュさんとかの方が仲いいんですよ、うん、へえ。いや、投資はね、じゃんけんでマリアさんが勝っちゃったから、うん、出したいっていうことでマリアさんがね。まあでも今のとこ勝ってるからね、マリアさんね。今のとこ勝ってる。今のとこなんか今日はね、調子良さそうよ。そう、うん、まだ投資1000円なんで。そう、今日はマリアが投資なんですよ、はいはい、残念ながら。あ、みんな優しいね、ゆっくりでええぞっていうコメントも来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。マリピーさん、おはようございます。おはよう、はい、あれなんで投資が銀河じゃないのって、みんな投資銀河君に期待する人めっちゃいるね。まあ男か女かって言ったら、まあ男が出すのが普通ですけどね。まあなんかでもそういう流れはあるよね、うん、うん、女の子が投資になるとかわいそうみたいな、うん、でも私女の子じゃないからさ、もうもはやもうみんなさっきそのコメント拾おうかなと思ったけど、やめ。いや全然拾ってください、うん、なんか最近さ、うん、ほんとおっさん派が、おっさん化がやばくて。あ、本当ですか。半端ないんだよね、発言とかも。おっさん化してる。もう完全におっさんだと思う。多分そのうちひげ生えるね。もう剃ってるんじゃない。今日朝剃ってた。そういえば朝剃、うん、あ、チェリーやっと1個目。お、カウントしてくださいね。おお、サロメ倒した、はい、これで勝利したんで 25% でサロメモード。はい、お、 25% 結構4分の1ですよ、うん。サロメモードっていつわかる。この次がサロメならサロメモードですね。そう、みんな朝から調子いいですよ、マリアさん。そう、朝は調子いい。あ、かわいい。そういうとこは女の子っぽいですね。あ、ほんと、うん、よかったよかった。よかったっすね。マリアついてるやろってコメントも来てます。なんか今日やれてるよな。いや、ついてるって、そっちのついてるじゃない。そういうことか。あ、そうそう、あれ何、あの霜の話。あ、霜ね、あのでかいやつがついてるかってことね、はい、あ、マリアの方が多分可愛いってコメントも。ありがとうございます。このあ、サロメ続いてるよ。あ、ってことはサロメモードですね、入ってますね、多分。これ触るの。あ、それあのボーナス終了後の時だけ。あ、終了後、はい。仕込むと投資少なくてでしょ。まあね、うん、まあ、確かに僕、あのマリアさん買ってくれたらなんか美味しいもの食べさせてあげたいなと思います、うん、あ、やったで、はい、餃子の街だしね。そうそうそう、餃子以外何があるかちょっと分かんないですけど。まさみん食ってねえわ。誰でも食ってるふうに言われてる。直哉はワンチャンあるかもしれないですけどね。あるね、ワンちゃんね。あの人誰にでも手出すからね。そうそうそう、マジで。まあ見てないだろうから、もう何でも好きなように言ってるよ、ね、うん、あの人ほど。いや、なんでもない。今なんかマリピがね、言おうとしました、ね、なんでもない。いや、あの人ほどさ、誰でもいいっていう人そんいなく、なんだろう、いい、ね、初めて見た、うん、本当誰でもいいみたいな人。なるほどなるほど、うん、まあ女の子好きですからね。ちょっとね、あれ彼氏にはしたくないよね。マリピ、麻雀の勉強してるってコメントあるんですけど、麻雀やってるんですか。麻雀の今ね、番組やっててさ。ノブさんね。そう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 、カバーン。チェリー落ちないね。チェリー全然落ちませんよ。一回しか落ちないし。一回しか落ちない。宇都宮は餃子の街だけど、その辺周辺に餃子屋。やべ、コメントは途中で切れてる。あ、やっとチェリー2個目。マリピーも直哉から誘われたの。あ、特殊攻撃、うん、一応ね。もう言っていいの、軽々と。それ一応誘われたよ。マジか、うん。銀河は直哉と付き合ってないんですけど仲はいいんですよ。まあ、僕だけが思ってるだけかもわかんないです。直哉の株はこれ以上落ちないって。いや、もう落ち着いてるから大丈夫でしょ。もう落ちるとこまで落ちてるよ。銀河も誘っていいよ。そう、放送中に誘おうかな。じゃあ
や今日2戦おずっとエンジェルたちのターンなんでこれでもう勝ちますね。はい、あら調子がいいこと、調子がいいこと。え、何この紙台やばくない？すげえ面白いじゃん。まあサロメなんでね、なんかまあなかなか入んないから。銀河は直哉に誘われた、うん、誘われたってほら勝手に言うんじゃないよ。男はちょっとまだ無理だわ。まだまだわかんない、20年後ぐらいはわかんないけど。まだ無理って20年男ですなんか、うん、そういうのやってるの想像したらちょっと引くんだけど。そうね。あ、負けるとき露骨、まあ何も引けなくなるときはありますよね。あ、うん、じゃあそれ経験してないか。そうそう、あとまあサロメなんで勝ちやすいっていうのがある、うん、さあサロメに負けるときは来るのか。左、あ、これで敗北、最悪や。7球して182枚。ちょっとボーナス抜けなかったね。そう、ボーナス抜けなかったですね。マジか。マリピー、今夜が山田、おはよう。今夜が山田ちゃうわ。あ、今夜が山田か。いやいや、今夜が山田じゃないよ。ドラ休憩いいな。クロワッサン、銀河ギャラクシークロワッサン。クロワッサン乗ってるんかよ。銀河くんのつむじのとこ、木村屋のアンパンに見てた。パンばっかだな。いや、それ生地の色が髪の色と似てるからね。木村屋のアンパンって。おー、そんな。おー、やるじゃん。アンパン重複。クロワッサンやりました。クロワッサンやったね。もう何でもいいや、パンでも何でも。秋のパン祭りって。もう挟んだら2角かな。あ、ハサミもいけるのね。いや、モノマネで食える、本当に。せめてメアリやったら勝てたな。おやったうまい。よし、いいよ銀河くん、執念が。今日初の7揃いかな。いっぱい揃えちゃって。これでエクストラいけばね。うん、ボーナスあり方とかも。じゃあちょっと一回流してきます。エンディングでなくて、あの告知とかしてますね。はい、はい、ではね、銀河が流しに行ってる間、お知らせとかいろいろしたいと思います。まずですね、今日お邪魔しましたホールさんがですね、ゼントインターパーク店さんとなっております。どうもありがとうございました。場所がですね、栃木県宇都宮市砂田町にございます。パチスロー専門店でして、パチスロが全420台ございます。ルートが20スロ、5スロ、2スロとありますので。あ、でも結構でも低貸しの島も多いのでね、台数もいろんな台が入ってたから、はい、遊びやすいホールさだと思います。はい、はい、よろしくねと。ちなみに枚数は言います？今枚数、はい、で枚数投資がまず3万3000円のこちら、3万3000円のちょうどね、ワイプ、あ見えるわ、961枚かな。まあだいぶ戻ってきたかなって感じ。戻ってきた、あの展開の中では。そうね、そう、ボーナスいけなかったしね。うん、あ、パチパチありがとうございます。もう最後の何、底力って言ったね。そう、まあ、うん、リスナーさんのおかげの点もあるし、本当だからみんなのおかげでなんとか形になりました、うん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。今日リスナーさんしかお指示当ててないから。そうね、俺らゴミカスみたいな。そう、ゴミカス